皆さんこんにちは、菅直樹です。今回はスキーヤーのためのポジショントレーニングをご紹介したいと思います。ご自宅の近所にある公園などでできる内容となっていますので、ポジションに不安のある方や改善していきたい方はぜひトレーニングしてみてください。また、トレーニングの前はウォーミングアップを必ず行ってから、していただくと怪我防止にもつながると思います。前回配信しているウォーミングアップの内容を行ってからトレーニングしてみてください。まず最初はですね、両足のジャンプを使ってトレーニングしていきたいと思います。最初行っていただくのは前後のジャンプです。前後に前後ろ前後ろと飛んでいただくんですけども、何でもいいです。今回はチューブを使わせてもらうんですけども、ストックでも何でもいいです。ラインを一つ体の前に引いていただきます。これを基準に前に飛んで後ろ飛んでと行くんですが、これを連続ジャンプ止まらずに関節を大きく使って次はスタンスが必ず常に平行で行えること、つま先が外に向いたり膝が内側に入ることなく常につま先と膝の向きはまっすぐ使っていきます。アライメントチェックです。横から見た時の前傾感、背中の前傾、頭からお尻までが必ず一直線になっていることを意識しながら、常に前傾は崩れずに、前に行った時に上体が起きてしまうことが多いので、そこを崩さずに飛んでみたいと思います。これを前に行って戻ってきて1回、それを5回繰り返していきます。1、2、3、4、5です。続いては同じ要領で横のジャンプをしていきたいと思います。両足で横にジャンプをしていきます。やることは一緒で、先ほどと股関節を使った大きなジャンプを横に向かって繰り返していきます。やっていく内容としては同じように横に反復で飛んでいきます。左右に飛んだ時に頭の位置が触れていかないこと、ちゃんと真ん中に、自分の重心の真ん中に落とせるといいと思います。これをまた大きく繰り返していきます。戻って1ですね。続いては、目印となる棒でもストックでも何でも、今回はチューブを使います。これを50センチの間隔で置いていただきます。大体ですね、肩幅ぐらいの幅になるように置いていただきます。で、今度は片足ジャンプになります。さっきのサイドのジャンプを片足で飛んでいくんですが、さっきは連続にジャンプしていったんですけど、今度は1秒停止します。サイドで飛んで、ここで1秒停止、しっかりと上から入ってもらって、高さを出したジャンプで股関節で受け止めます。1秒停止できるバランスを保持しながら連続でジャンプしていきます。1、1、1。その際、空いてる方の足、浮いてる方の足は後ろに置いていただくと股関節の前傾が取りやすくなってくると思います。前でもいいんですけども、こうしてしまうと上半身が起きてしまうことが多いので、できるだけ後ろに構えていただいて、しっかりとこの間を飛んでいただきます。これも5回繰り返していきます。飛んで戻って、1、2、3、4、5、OK です。 OK。 では続いて行っていきます。先ほどは片足立ちの外足でしっかり立ちました。この枠に対して外に飛んでいく足、外側の足で支えていたんですけど、今度はそれを内側の足に変えていきます。 E でいう内足のバランスです。ここから内足を
させて着地着地着地です。でこの時にポイントとしては骨盤の角度がクロスで飛んでいった時にどうしても外側が起きてしまうことが多いです。それをしっかりと地面と平行に下げていきます。外骨盤をしっかり下げてバランスを保ちます。飛んだ時に外が浮いてしまうと体の中に入って倒れ込んでしまいますので、着地した際は骨盤をしっかり平行に保っていく。で、あとは股関節をしっかり使ってジャンプをしてクロスで一部着地、しっかりと股関節お尻で地面を受け止められるとより正確な着地につながると思います。これをまた続いて、今の両足ジャンプと片足ジャンプを組み合わせたトレーニングを行っていきます。最初飛んでいただくのは片足バランスです。外側の足、先ほどやった外側の足でしっかり飛んでいきます。ただ着地は両足、両足着地から片足跳び、両足着地片足跳び、両足着地片足跳び、これを繰り返していきます。両足着地片足ポン、リズムよくステップを踏むように素早く足を切り替えて飛んでいきます。合わせたトレーニングとなるので最初は混乱するかと思うんですけど、確実に両足で着地して片足立ってジャンプ、両足片足、これをまずは間違いないことを設定してほしいです。あとはさっき言ってたアライメントですね。つま先の向き、膝の向きが常にまっすぐ、両足で着地した時にもこのスタンスが崩れないこと、ここからすぐに同じ姿勢に前傾を取ったまま入っていけるとより素晴らしいと思います。はい、最後の種目になります。今度また外をやったので内足に変わっていきます。やることは一緒になります。両足着地内足、両足着地内足、両足着地内足、これの順番です。これを素早く切り替えて前に足をクロスさせて切り替えていきます。同じように骨盤は常に地面と平行です。クロスが入った瞬間に骨盤が持ち上がってきますので、できるだけ地面と押さえた状態でやっていきたいと思います。今回ご紹介した内容としては、特にスピードももちろん大事なんですけども、正確にポジショニングを行えるかどうかというところがポイントになってくると思います。どうしても雪上の上だとバランスが崩れやすくなってきます。それを、陸上の安定した面で必ずいいポジションにすぐに入れるようなトレーニングを行っていただくと、より冬の中でも安定してくるかなと思います。スキーに対してより自分のポジションが安定してくると、より強い力を加えることが可能になってきます。ぜひ皆さんも冬につながるトレーニングをこれから行ってみてください。